はようございます。釣り子 TV です。お正月楽しめましたか？自分はね、結構釣り具屋さんね楽しめちゃいましたね。主にね、お正月に買ったやつは正月の三が日にね、福袋こんなん買ったよみたいな感じで動画に上げましたけども、これね、お正月明けですね。お正月もね明けて、でね、上州屋さんですね、上州屋さんにちょっとお買い物に行ったところ、ナイスなものを見つけて買ってきたんで、今日買ってきたものっていうことで、じゃあね、早速開けていきたいと思います。まずね、これでちょっと買っときたかったんですよね。開いちゃってるんだけど、はーい、じゃじゃーん。ステルスセブンってね、アラバマリグですね。これがね、なんか良さげだぞっていうことでね、ステルスセブンをね、買ってきていました。3850円っていうふうにね書いてありますけども、これをワンフックアラバマにして、そんでもってブラックバスを狙うっていうね、そんな戦法があるのかっていうことで、遅ればせながら自分もね、ちょっとワンフックアラバマっていうのね、試してみたくて、これ買ってきました。っていうのもね、なんか自分なんかよく亀山ダムで行われる釣りの大会とかね、よく参加するんですけども、そこでね、アラバマリグってね、禁止だよなんてね、ルール上ねっていうのが多かったんですけども、 JBNBC とかでね、ワンフックアラバマも OK だよみたいな、そんな流れもあるのか、ルアーを一つだけつけるね、アラバマリグだったらやってもいいよっていう、こういう風にね、なんかルールが変わってくるみたいなんですよね。で、大会でも使えないんだったら、あとね、初釣りの時どうしても魚触りたい時とかね、そういう時に主に使ってましたけども、ルール上もね、OK ってなったらね、これは改めて勉強し直していかないといけないなぁと思ってね、買ってみたんですけども、まあ、ちょっと、ワンフックアラバマね、これ固まるなぁ、これすごいね。ここの角度が固定されてるっていうのがまず一つみたいですね。おいでもって、もうちょっと出してみますかね。はい。こんな感じ。ね。いやー、どうやって使うんだろうね。基本はアラバマリグみたい感じだと思うんですけども、ここの周りのとこにもブレードとちょっとね、重りみたいなのをつけて、でこの中心のね、ここにだけルアーをつけてワンフック仕様で使うアラバマリグだよっていうことみたいなんで、これとは別にね、ちょっとね、重りみたいなのとか、あとブレードをね、買い足さなきゃいけないなっていうことで、それちょっとね、いい感じのが売ってなかったんで、アマゾンかなんかで探そうと思うんですけども、何にしてもこのステルスセブンっていうやつがね、すごいね、めっぽう評判がいいね、動画とかでもね、調べたんで、ちょっとこれを使ってみようかなということで、より本物に近い魚の群れを演出、違和感を魚に与えない、より本物に近い魚の群れを演出することをコンセプトに作り上げられたアラバマリグですということで、ちょっとブラックニッケルのね、黒い色のワイヤーとかを使うことによって、こうステルス性をね、備えていたり、あとは7本ワイヤー、そしてハンマードタイプのウィローブレードを搭載したことで、より密度の濃い魚の群れを演出することができますということですよね。またあとキャスト、した時に、絡まりづらくなるようなこういったパーツね、ワイヤー部分のパーツがあったり、ウェイトは 17g だよとかね、そんな感じのことがね、この後ろに書いてありますが、ちょっとね、ワンフックアラバマデビューしたいなと思って、こんな感じで、1つ買ってきました。でね、お次はね、3つ同じルアーを買ってきたんですけど、これはね、嬉しいなっていうのがあって、じゃじゃーん、一気にね、3つこれ買ってこれました。
デプスのカバースキャットの、3.5 インチのモデルですね。お一人様3点限りっていうことで、マックスのね、3点買ってきちゃいましたけども、色もね、いろいろ選べたんで、このね、まずね、桜ベビーね。桜ベビーはまあ、どこでも効くでしょうっていうことで、桜ベビーカラーと、あとね、グリーンパンプキンブルーフレークですね。これ青ラメがね散りばめられたグリーンベースのね、まあ要は透けなくてたまにチラッチラッとねキラッキラッとね、ラメの効果出せるこんな感じの色ね、これね使ったことなかったんで選んでみました。あとね最後にねこのねワカサギカラーですね、ワカサギカラーね、ちょっとお腹側が白くてで背中の方はこう水に馴染みそうな感じのねブラウン系の色というかねこんな感じの色ですね。これは結構ね投げてツイッチして沈めてツイッチして沈めてっていうことが多いので自分の場合はですね、そういった時にちょっと色の色調変化によって魚におおってね思わせることができるんじゃないかなと思って、こんな感じのカラー選んでみました。この他にもね、パールホワイトみたいなカラーとかねまだいくつか選べたんですけども、このワカサギカラー、そして、グリーンパンプキンブルーフレークカラーで最後はね、大人気桜ベビーのカラーこんな感じの3色買うことができました。まあ主にね出しどころは自分の場合はあの牛久沼ですね、去年なんかもですねあの先輩と牛久沼にね、いっぱい浮いてでまあよく釣るんですよね。で結構ねその他のコーヒージュワームとかもまあ特価引っかえね試してみるんですけども何にしてもねもう先輩がねこれを投げた時にねボコボコに釣るんです。で、その時ねやっぱり手に入りづらくて自分在庫が持ってなかったか一袋かってねそんな感じだったの で先輩に分けてもらったりねしてね、投げていたんですけども、自分でもちょっとこのお正月のねちょっと買いやすいようなタイミングでね、ぜひ手に入れておきたいなと思ったところお一人様ね、3個までよっていうことでね、守備よく買うことができたんでこの他にもね、年末に動画開けましたけども福袋の中に入っているものなんかもね、合わせて今4袋とかもともと持っていたのを合わせて、5袋ぐらいにはやっとなったんで、これをね、春先からハイシーズン突入したらね、牛久沼で、バシバシ投げてねちょっと大きなね豚バスを狙ってみたいと思います。はい、というわけでね、初売り終わってねちょっと落ち着きを取り戻した釣り具屋さんでこんな感じのもの買ってきましたということで、まずはねこのね、ステルスセブン、それとデプスのカバースキャットをねこんな感じで、いいお買い物ができましたってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。